その日はちょうど忙しくてね、悪いけど。すまないね。じゃあな。はい、そうですが、どちらさんで？ああ、娘ですか。少々お待ちください。まあ、なんでうちの電話に出るの？そやかで、電話に出ないと誰やってかわからへんやろ。もうええからあっち行っといてよ。お待たせ。しもたね。せやけどこんな素敵なレディと会えるんやもん、少しくらいええやろ。え、ほんまか？そらすぐ行かな。行くの。どこに行こうか。行くの。さすが、わかってるわ。さ、はよ行かんと売り切れてしまうわ。やった。ほなまたな。バイバイ。もしもし、どなたかしら。あら、お電話くださったのね。嬉しいわ。あら、何かしら。楽しみにしてもいいわよね。それでは、学校近くの空き地にしましょう。では、お待ちしてますわ。今日は何かしら。なんだか、私嬉しくてよ。心が弾んでますの。まあ、ありがとう。
嬉しいわ。そうだわ、できれば家に寄ってくださらないかしら。せっかくですもの。あら、よかったわ。行きましょう。どうぞお上がりになって。プレゼント開けてみてもいいかしら。センスのいいプレゼントをくださってとても嬉しくってよ。どうした？なんだ今の揺れは。トキシン。遅くなっちゃったから試作の地底ロケットお急ぎくんマーク3でぶっ飛ばしてきちゃった。もったいないな。うん、見てると心の中がふわふわしてチクチクしてなんだか変な感じ。でも嫌じゃないんだよね。なんでだろう。ねえねえ、まだ時間あるしさ、お茶していこうよ。うんうん、行こう行こう。お腹減ったね。早く何か食べよう。Thank you.
っちゃ。ああ、もうちょっと一緒にいたかったな。うん、楽しかった。ねえねえ、一緒に帰ってよ。お願いだから。小森さん、今あなたが来るって予感がしてたんです。私たち何か通じ合うものがあるんですね。はい、では参りましょう。お待たせしました。そうですか。ちょっと大人っぽいかなとも思ったのですが、でも褒めていただけるのは嬉しいです。ありがとうございます。泳いでいたら周りの人の注目を浴びてしまいました。古式泳法で泳いだからでしょうか。そんなことないと思います。でもお世辞でも嬉しいです。少しここにいてもいいですか。海に落ちる夕日が見たいんです。はい、ありがとうございます。水平線に沈む夕日、本当に綺麗ですね。私この眺め一生忘れません。いっぱい泳いだのでちょっと疲れてしまいました。ニコゴリさん、もしよろしければどこかで少し休んでいきませんか。はい、それでは参りましょう。海のそばにこんなところがあったのですか。まるでドラマに出てくるお店みたいですね。海辺にこんなに素敵なテラスがあったのですね。